ロシア帝国軍参謀本部とは、ロシア帝国軍の軍令機関。1812年1月27日、参謀本部の前身である監察部が設置され、軍の人事、重速、兵籍登録、宿営、検閲を担当した。1865年12月31日、監察部と参謀本部総局の統合により、参謀本部が設置され、軍の統制、動員。 人事、重則気候、勤務、配置、戦闘訓練等を鑑賞した。参謀本部は、当初、部隊気候班、隊列班、部隊経営班、商工艦等兵員班、下級艦等兵員班、助訓班の6班からなった。その外、軍事測量課、兵籍登録委員会、並びに、アジア班、船舶班、一般文書班、軍事印刷所が存在し、 参謀本部の下に、ニコライ参謀本部アカデミー等の教育機関も、開校された。その後、数度の機構の変化を経て、1903年の時点で、参謀本部は、第一補給総監局、第二補給総監局、当直省喚局、軍事報道局、軍事測量局からなった。1905年の参謀本部総局創設の際、第二補給総監局、 軍事報道局、軍事測量局が総局に移管された。1910年、部隊機構、宿営、勤務補給総監班、死と紙編集部が総局に移管され、コサック課が参謀本部に入った。第一次世界大戦勃発とともに、軍の損害に関する情報収集、戦勝者や戦死者の家族への年金保障等の部署が設置された。 1918年5月、参謀本部は廃止された。1911年当時の気候。1866年以降のみ、階級は就任時のもの。ありがとうございます。